こんにちは、ナッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップで影ごと切り抜く方法についてシェアしていこうと思います。今まで被写体の切り抜き方法についてはまとめた動画を出していますが、影を切り抜くときは少し違って全体的にボワボワしているので別のテクニックが必要になります。大まかに影を切り抜いてからそこを背景になじませていくので、切り抜くよりもなじませるの方がしっくりくるかもしれません。で、気をつけたいのがシンプルな写真に写る被写体と影の場合で使えるやり方なので、そこは注意してください。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。フォトショップを基礎から学べる独学フォトショップの本も出しているので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ではフォトショップでやっていこうと思います。一つ目の被写体を切り抜くをやっていきます。はい、では今回はこちらの写真を使っていきます。こちらはアンスプラッシュでダウンロードしたもので、概要欄に URL を載せておくので、練習したい人はぜひダウンロードして練習してみてください。で、今回こちらのコップとあとお皿、そしてこちらの下にある影を切り抜いていこうと思います。で、まず写真の被写体となるこのコップとお皿だけを切り抜いていきます。で、切り抜きは動画にもしているツールバーからクイック選択ツールをクリックします。で、もしない人は右下に三角マークがあるツールを長押しして探してみるか、あとは点点点を長押しして探してみてください。で、クイック選択ツールを使って上の被写体を選択をクリックして、そして選択範囲をこのように増やして選択してもいいのですが、この写真自体コーヒーにピントが合っているので、それ以外のちょっと遠めのところはボワボワしているので、このやり方だと少しボワボワっとした選択になってしまいます。なのでうまく選択できないこともあると思うので、そういう時はペンツールを使っていきます。で、ペンツールについてはこちらの動画でアップしているので、ペンツールの使い方など知りたいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。ではツールバーにあるペンツールをクリックして、そしてクリックしてドラッグしてハンドルを使いながらこのように選択していきます。で、今回はもうすでにこのコップとお皿をペンツールで囲んだものがあるので、そちらを使っていきます。ではペンツールで囲んだ範囲がこちらです。パスのパネルに行ってこのコーヒーというところをクリックするとこのように青くなるので、このパスを一旦選択範囲にしていこうと思います。では下にある点線の丸をクリックします。そうするとパスから選択範囲に変わりました。そしてレイヤーパネルに戻って、このレイヤーをクリックしているのを確認してレイヤーマスクをクリックします。そうするとパスに沿って選択範囲を作って切り抜くことができました。で、ここで見えやすいように下にベタ塗りのレイヤーを置いていこうと思います。では塗りつぶし調整レイヤーからベタ塗りに行きます。そして今回はちょっと茶色っぽい感じにしたいと思うので、こんな感じの茶色にして OK をクリックします。そしてベタ塗りのレイヤーを背景に置いていきたいので、ベタ塗りのレイヤーをクリックしてドラッグして、先ほどのコーヒーの写真の下に持ってきて離します。そうするとこんな感じになりました。で、このコーヒーの切り抜きは被写体そのものを見せるためのレイヤーになるので、分かりやすいようにこのレイヤーの名前を変えていこうと思います。では、このレイヤー0というところをダブルクリックして、そして名前を被写体にしておこうと思います。では2つ目に複製して影を切り抜くをやっていきます。ではここから先ほど切り抜いた写真を複製して影の部分をざっくり選択して加えていこうと思います。ではこの被写体というレイヤーをクリックしてコマンド J を押して複製させます。そして複製できたら影の部分をこのレイヤーマスクに加えて見えるようにしていきたいので、一旦元の写真が見えるようにシフトを押しながらレイヤーマスクをクリックします。そうするとレイヤーマスクにバッテンがついて元の写真全体を見ることができるようになります。で、ここで影が見えるようになるので、ここを選択範囲として囲んでいきます。では今回はざっくりでいいので、ツールバーにある投げ縄ツールを選びます。そして簡単に影の部分をこんな感じで選択していきます。そしてこのコーヒーのところはそんなに気にしなくていいので、こんな感じでざっくり囲んでいきます。そしてこの選択した範囲を先ほど複製したこの被写体のコピーの方のレイヤーマスクに加えていきたいので、一旦レイヤーマスクが見えるようにまたシフトを押しながらレイヤーマスクをクリックしてレイヤーマスクを見えるようにします。
そしてレイヤーマスクをクリックして、そしてレイヤーマスクのこの選択範囲のところを白く塗りつぶしていきたいので、描画色を白に設定していきます。で、今黒と白になっているので、これを反転させるために X を押して反転させます。そうすると描画色が白になりました。ではこの描画色の白でこの選択範囲を塗りつぶしていきたいので、オプションまたはオルトとバックスペースを押します。そうするとレイヤーマスク上でこの選択範囲のところが白く塗りつぶされるので、先ほど選択した影の部分が見えるようになります。ではこの点線も消していきたいので、コマンド D を押して点線を消していきます。で、この被写体のコピーの方のレイヤーを使って影のところだけが見えるようにしていきたいので、これから描画モードを変えたり、トーンカーブや白黒の調整レイヤーを使って背景になじませていきます。ではこちらのレイヤーの名前も分かりやすいようにダブルクリックして、では影にしていきたいと思います。で、そうするとこのレイヤーパネル上で、こちらが被写体だけ、そしてこちらが影だけというふうに分けることができます。で、影の部分は先ほど切り抜いたこの被写体のレイヤーよりも下に見せたいので、この影のレイヤーをクリックしてドラッグして被写体というレイヤーの下に持ってきて離します。そしてここからこの影の方のレイヤーを調整していきます。では3つ目に、影のレイヤーの描画モードを変えるをやっていきます。ではここから影のところだけを見えるように、影のレイヤーの描画モードを乗算に変えていきます。で、描画モードの乗算についてはこちらの動画でアップしていますが、白いところは透過して見える特徴があるので、その特徴を活かして影以外の部分を見えないようにしていきます。では影のレイヤーをクリックして描画モードを乗算に変えていきます。で、元の写真の背景の部分が白い場合はもうこの時点で結構影が綺麗になるのですが、この写真の場合は元の背景の部分が少し水色っぽいので、描画モードを変えてもこのように少し残って見えます。なので影以外の部分がまだ残っているという状況になります。そういう時は影以外のこの背景の部分をきれいに白になるようにトーンカーブで調整していきます。第4つ目のトーンカーブのレイヤーを加えるをやっていきます。ではここから影のレイヤーの背景が白くなるようにトーンカーブで調整します。で、トーンカーブについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。では塗りつぶし調整レイヤーからトーンカーブに行きます。そして影以外の部分は影と比べると明るいので、上の方に点を打って上に上げると明るくなります。で、この時下に加えたベタ塗りレイヤーにもこのトーンカーブが反映してしまうので、この影のレイヤーだけに反映するようにクリッピングマスクしていきます。で、クリッピングマスクについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたい人はぜひそちらもチェックしてみてください。ではこのトーンカーブの左下にある四角に下矢印マークをクリックします。そうするとこの影のレイヤーだけに反映するようになります。で、今こんな感じで少し変わったのですが、まだまだ上に上げないとこのように調整できないので、こういう時は一番右の点を左にスライドしていきます。そうすると簡単に明るめのところが全て一番明るいという風になるので、綺麗に明るめのところが真っ白になっていきます。そしてこの写真上だと元の写真の背景の部分がなくなったのが分かります。ここで影を少し暗くしていきたいという時は、逆に暗めのところに点を打って下に下げていくと、こんな感じで暗くすることができるので、ここで調節してみてください。今回はこんな感じにしてトーンカーブを閉じます。そうするとこんな感じになります。ではトーンカーブありとなしを見ていこうと思います。こちらがトーンカーブなし、そしてこちらがトーンカーブありです。トーンカーブで元の背景を真っ白にしたことによって、この影のレイヤーが乗算になっているので、背景の部分が消えたというふうになります。では5つ目に白黒の調整レイヤーを加えるをやっていきます。で、ここで見ても影の部分が少し元の背景の色の水色が入っているのがわかると思います。で、今ベタ塗りで茶色を置いているので、より青さが目立つので、この影の部分の色味を差し引いていこうと思います。では影の色をなくすために塗りつぶし調整レイヤーから白黒に行きます。そしてこの時も白黒のレイヤーの下にある影やベタ塗りのレイヤーも白黒になってしまうので、この影のレイヤーに
クリッピングマスクするためにまた白黒のパネルの左下のクリッピングマスクをクリックします。そうすると今トーンカーブと白黒のレイヤー2つが影のレイヤーにクリッピングマスクされるようになります。そしてもう白黒が反映しているのですが、こんな感じで先ほどあった青さが消えたのがわかると思います。このようにして影の色を簡単に消すことができます。白黒レイヤーありとなしも見ていこうと思います。こちらが白黒レイヤーなし、そしてこちらが白黒レイヤーありです。綺麗に青さが消えてベタ塗りのレイヤーの背景となじむ感じになりました。こんな感じで被写体と一緒に影を切り抜くことができます。ではビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーでこちらがアフターです。で今ベタ塗りのレイヤーを一番下に置いているのですが、例えばパターンのレイヤーでこんな感じでパターンを置いてみたり、このようにパターンを入れてみても、まあ、綺麗に影も残しながら被写体を切り抜くことができているのがわかると思います。なので、まあ、いろんな写真と合成してこの切り抜きは使ってみてください。はい、今回はフォトショップで影まで切り抜く方法についてシェアしてきました。まあ、一般的にある被写体を切り抜きとはまた少し別のテクニックが必要なので、まあ、シンプルな写真に限られてしまいますが、影も切り抜きたいときはぜひこのやり方でやってみてください。で今回は影を切り抜く方法をやってきましたが、逆に影を作る方法についても動画をアップしているので、気になる人はぜひそちらもチェックしてみてください。フォトショップで影を切り抜く方法分かったよという人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。